JR 九州は新幹線や特急列車で生鮮品を輸送するサービスの拡大に向け、九大線沿線の産地から旬の果物を運びました。 JR 九州は博多、熊本、鹿児島中央の各駅を拠点に、速さを生かし新幹線で産地直送の生鮮品などを輸送するサービスを展開しています。 JR 九州はこの輸送サービスを新たな成長分野と位置づけ、九大線沿線の生産地から消費地の博多に果物や野菜を届ける実証実験を行いました。今日午前10時に大分日田で旬の梨を積み込んだ特急ゆふ号は、浮き葉でぶどうやいちじくを乗せ、1時間20分で博多に到着したということです。コロナ禍でなかなか出歩きができない中、ちょっとこう旅して届いたフルーツを食べていただいて、お家でゆっくり楽しんでいただきたいなと。到着したばかりの果物や野菜は、このあと午後2時半から博多駅の中央改札口前で販売されます。